甘めにでございます。アサシンクリードを実施プレイしましょう。とりあえず戦闘しましょうかね。戦争スパルタの情報に変わりまして、わし使いよ。私はヘロディアノス。戦闘ならタレタスに次ぐ腕だ。戦争の犬どもが血を求めて吠えていたが、あんたのおかげでスパルタも負けてない。随分と威勢がいいな。共に戦おう。連中の頭蓋骨を盾で割り、心臓を槍で貫いてやるんだ。共に戦えるのは光栄だ。戦おう。何回もできるやつじゃねえか。多分スパルタのために。いやー、やめて。Yeah.
僕で。消えてた。分かった分かった分かった。誰ですかな、誰ですか、その指導者だ。永遠に続く戦こそが勝利をもたらす。コスモスよ、我を導け。あれがせやったんかい。てこてまあ特にストをこれだけか。めっちゃ近いところあるけど、何してんの？ここは慎重に行動しよう。見ることもできなかった。俺を殺してもお前の負けだ、わし使い。どこに隠れようと必ず見つけ出す。隠れてるのはそっちだろ。ハデスの元へ届くほど深く埋めてやる。なんであなたがそこで暴れてるのか分からへんの。
諦めろ。あんたの娘ではない。ミコノスはケファロニアよりずっと賑やかだ。マルコスはここを気に入るだろう。マルコス、夜になった。みんな喜んでる。当然だ。アレスが戦争の呪いをかけて以来初めてデロスに自由が訪れたんだぞ。ティーラはどこだ。仲間と飲む機会を逃すとはらしくない。彼女の秘密を守ったんだってな。俺なんかまだ驚いてる。ポダルケスは複雑なやつだったが、それでも父親だ。一人静かに送りに行ったんだろう。ポダルケスには聖樹の埋葬がそう。あの男は朽ちてしまえばいい。あんな男が朽ちてしまえばいい。とりあえずはせん。優れた選手はそれなりの送り方をしてやるべきだ。ポダルケスだろうとな。俺たちもその時には優しく送り出されたいもんだな。とりあえず今はワインを飲みながら語ろうじゃないか。いい話にしろよ。みんなを喜ばせてやれ。特に誰だぞ。もちろん見つけられたらな。よければ伝えてくれ。片目をなくした経緯を話してやるってな。でみんなは出航できるか。いつでも行けるぞ。だが今は酒と歌の時間だ。お前も楽しめ。ミラに会っても話ってか一緒なのかな。私森に。夜闇の流れの中に暗がりへと身を委ねよ。冥界の底、ハデスの待つ館への道をたどり、影のごとき死と戯れよ。一人で別れを済ますことはない。来てくれてありがとう。こんな奴焼かれろって思ってた。でも現実になったら安らげると思ってたのに。今はどう感じてる。前は報復に燃えてたけど今は空っぽよ。全同じ経験をした。新しい目標を見つけるんよ。彼は死んだ前進め。
俺にも経験がある。いつか復讐心は消え、虚無感も消えるが、それには時間がいる。時間ですって？一生を捧げたのよ。もう終わりにしたい。クロノスは自分の子供を貪り、骨から肉を食いちぎる。ゼウスは鳥にプロメテウスを食わせ続けた。運命は残酷で、神々は邪悪だわ。捧げ物をすればいい。今大切なのはあんたのために戦った人たちだ。あんたを必要としてるのは彼らだ。神々じゃない。あなたの言う通りかもしれないわ。私たちはお互いを必要としてる。相手のいない反乱軍にはこれまで以上の私が必要ね。ありがとう。これからどうする？ミコノス島を再建しないと。だったらそうする。でも前のような島に父さんの望み通りにはしない。人々が自由に素晴らしい人生を送れる場所にする。ギーラ、彼は死んだ。反乱軍が待ってる。みんなが祝ってる。一緒に祝いに行きましょう。さよなら、父さん。船がすんごい勢いで走っていってるの。でも結局はアリアの。タルタス、何をしてるんだ？考えたり、祈ったりだ。全てお前のせいだ。何？私が栄光を手にするはずだった。ポダルケスを倒し、島をスパルタのために勝ち取るはずだった。お前も手に入れるはずだったのに、キーラに奪われた。誰もあんたの所有物じゃない。栄光を奪ったんじゃない。助けたんだ。ざれ言はやめろ。私たちは愛し合ってたんだ。まだ元に戻れる。彼女の心を取り戻し、私こそが必要だと証明する。ずいぶん多かったな。
かんかったやり直す。何やってんの？おい、俺がクマを倒したからデロスから出ていくと思ってたぞ。ええ、でもある人と出会って。アレクシアス、イオラを知ってるのか？どこで知り合ったんだ？彼女は島を出ると言ってた。私は腕を洗おうと聖域の近くの泉に行って。俺は祈りにな。で、この左目で彼女を見て。私はこの右目であなたの素敵な顔を見つけた。運命的だな。素敵だ。捧げ物を炙る匂い、祈りに来た巡礼者の汗臭い体、最高だった。恋は思いがけずに訪れるものよ。まだアルカディアに戻るつもりか？わからない。運命の変化に合わせて柔軟に考えないとね。この仕事はもう辞めるけど、何をするかは決めてない。もうすっかりうちの一員のようだな。なあ、アドレスティア号に乗らないか？あんたみたいな奴がいてくれると助かる。助かる？そうね、自由な暮らし。足元には水、背中に風を受けて。バルニー、どう思う？もちろん歓迎だ。バルニー、じゃあ決まりだ。もうすぐ出発する。それまでに乗っておけ。一緒にいてくれてありがとう。助かったわ。そうしたかったんだ、わかるだろう。ねえ、聞いた？ダルタスが将軍に昇格して朝にもスパルタに戻るらしいわ。それが彼の運命だ。向こう岸にたどり着くことを祈ってる。二通の手紙に誰が答えてくれたと思う？最強の和室使いアレクシオス、そしてスパルタのタレタスよ。彼はもういないけど、私たちは一緒よ。アルテミスとアポロ、ミコノス島とデロス島のように、みんなも祝福してくれてる。そうだな。だがそろそろ出航だ。運命に任せればいい。でもアレクシオス、今夜は一緒よ。私たちはみんなで一つの家族、一つの反乱軍なの。おかげでポダルケスが死んだ。みんなの恩人だ。お、準備できたんだな。ポダルケスは死に、キーラは反乱軍と残り、俺にはまだ敵がいる。なら出発だ。だがその前に、お前が反乱軍に演説するってキーラに言っちまったんだ。別れを言おう。よし、みんな注目だ。静かに聞いてくれ。アレクシオスから話があるぞ。ゼロス人よ、今日からあんたたちは自由だ。岩をディオニソスの酒を注ぎ、ムーサの歌声を堪能しよう。さあ乾杯だ、アレクシオスに、そして勝利に。いい演説だ。でも反乱軍に自由なデロスが想像できるのか？うまくいったな。もちろんだ、当然だろう。仲間を集めてくる。船で合流しよう。ソクラテス、仲間になりに来たのか？見送りに来ただけだ。朝には私も商船で立つ。ポセイドンの加護があらんこと。バルナバス、
アドレスティア号は出せるか。みんな上機嫌だ。少し二日酔いだが船は出せるぞ。よし、唯一の心残りはキイラを一人にすることだ。友人や仲間がいる者は真の意味で孤独にはならないだろう。その通り。この砂浜を初めて踏んだ時、俺に何て言ったか覚えてるか。人々を助けに来たと言った。それが目的だった。そしてついにそれをやり遂げた。さすが最強の傭兵と呼ばれるだけのことはある。誰がそんなことを。彼だ。さあみんなに指示を出す頃合いだ。次はどこへ行く。世界は俺たちのもので、風は追い風だ。冒険をしに行こう、バルナバス。いつものように。ミオラ。聞いた話だが、隊長は俺と誰だす。こんなところで部下と何をしてる。アテナイの腰抜けどもは聖なる島で戦うことを恐れている。ここへ来て挑発すると気分がいい。スパルタ人め、ドイツも同じだな。褒め言葉として聞いておこう。指揮官のことは聞かないのか。もう聞いた。アテナイ軍は混乱していて、脱走兵も出ている。スパルタも私もお前に借りができたな。みんなでスイッチを覚えとこう。気をつけろ、こいつは高くつくぞ。ふん、面白い。今夜は一緒にいたい、永遠に一緒になりたい。あんたとキイラが欲しい。俺たちは明日死ぬかもしれない。もし叶うなら今夜はあんたと一緒にいたい。アレクシオス、私は何も言うな。あんたには備えるべき戦いが、俺にはくじくべきアテナイ軍がいる。手が空いた時でいい。キント水石の東の浜辺まで来てくれないか。お前に見せたいものがあるんだ。煙が目印だ。ああ。さて、キイラとタレタス両方攻略できないのどちらか一方。王のクロマンスが発展してしまうと消えてしまうので、ちょっと戻して、腕のあれをせずに回り出す。この聖地の東の海岸、ここかな。煙を探す。あ、煙。わかりにくい。穴の道？まさかな。浜辺のようだが、ここにはいないな。
らしてんのか。来ないんじゃないかと思い始めていた。スパルタ人でも不安か。案じたのはお前の追跡能力だ。花を残していくとはな。追跡するのが血じゃないってのは新鮮でよかったよ。私はこういうことにあまり向いていない。デロスは花が一面に咲いているから、それを見て思ったんだ。何をだ。浜辺で最初に会ってからいろいろあったな。あんたはアテナイ軍に囲まれてた。それも血だらけで。お前が味方してくれた。あんたの魅力に抗えなかった。初めてキーラを見たとき、この島に骨を埋めることになると思った。今は分からない。タレタス、俺を見ろ。俺には望みがある。避ける。ここではダメだ。来い。どこへ連れてくんだ。私がデロス島で一番気に入っている場所だ。スパルタ人のお気に入りは戦場だろ。確かにそうだ。では2番目に好きなところへ連れて行こう。あまりの家じゃダメだ。ここへ着いた時、あまりにも多くのものを失った。敬愛する者たちも皆船と一緒に沈んだ。その死を忘れられる場所が必要だったんだな。よくわかる。そう言うと思った。だからお前に見せるんだ。単に心を整える場所じゃなく、ここは。ここは何だ。故郷を思い出す。何もないとこ。ここへは訓練のために来る。デロスに到着した後で見つけたんだ。鍛えていると心が晴れる。ここは美しい。あんたは美しい。美しい場所だな、タレタス。あんたと同じだ。私はお前に惹かれた。心を奪うというなら本当のお前を見せてもらう。どういう意味だ。私と戦え。は？初めて会った時お前はスパルタ人だと言った。その戦いぶりを見たい。もう見ただろう。アテナイ軍に対してはな。それで戦いを通じてのみ本当に人を知ることができる。手と手、肉と肉、骨と骨のぶつかり合いで。構わないが、その可愛い顔が潰れることになっても恨むなよ。おい、アレクション、遠慮はいらないぞ。子供のような真似はよせ。本気で来い。可愛い顔してなかなかやるな。一点の疑問もない。その腕はスパルタ仕込みだ。後悔するなよ。いい戦いぶりだ。これで本当の戦いはまだか。もう俺の勝ちだ。
よし、バレたどころか、まるで神のごとき戦いぶりだ。あんたもそう悪くない。そこに突っ立ったままか、それともここからが本番か。それを聞かれると思わなかった。なんで腰に手を回してる。お前には驚いた。どうした。戦争のことを忘れられたのは子供の頃以来だ。それはよかった。お前はどうだ、忘れたいことはあるか。忘れたい過去なんて山のようにある。話を聞かせてくれないか。話してやりたいが、今はすべき戦いがある。ならこの戦争に勝った後で酒を飲み、深い闇の秘密を共有しよう。そいつはいい。クエストが消えて、あとは、ホタルケスを倒すか、戦争するか。あ、せや、どうや。ここじゃなかったよな、花びらこじゃなかったよ。お、上か。指導者の家、まだまだ攻略してないから、指導者の家をやってしまおうかな。
さてどうしようかな。姉に糸目をつけない奴がいたんだな。よいしょ。ありがとう。よいしょ。そっちそっち。来るな。やめて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 。何か見つけたか。痕跡なし。おい、まだまだ根性が足りないぞ。行け。仰せのままに。やっぱ来ないか。
っていうのかな。おかしいな、やっぱり。あれだけゴロ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 人が寝てもさ、人生ってどういうことやろ。そこや、今頃しょの家族の人だ。クソ野郎。娘に伝えろ。自分で俺を殺すべきだったと。もうあんたの娘じゃない。そうだ、結構やっちゃおう。ついてだしやっちゃおう。
どこだ。あっちか。すごいコツなってる。見つけたらすぐに教えろ。何の痕跡もない。続けるぞ。心配するな。俺は諦めない。何かあったか。何もない。こっちには来てないみたいだ。捜索を続けろ。見つけるんだ。見つけ出してやる。さあ行くぞ。上がれないようだ。やったやつはまだ近くにいるはずだ。いや、いないいないいない。やつの隠れ場所を見つけるぞ。なあ、思い知れ。あれ、帰ってきた。やった。さてさて、あざし。
ありがとう。あなたの優しさはいつまでも忘れない。いくらお礼しても足りないくらいよ。ロコーリーギーニー、おかげで自分の人生を取り戻せた。感謝しても仕切れないよ。だから学校でラッキーなの。待てな、だけ解放しとこうか。さっきか。つけられても困るな。ありがとう。ワインが切れるという噂だ。急いで手に入れてくれるといいが。まさか。バツらしい。司令官は俺たちが太ってきてると思ってる。俺は筋肉だと思う。わし使いよ。私はヘロディアンロス。戦闘ならタレタスに次ぐ腕だ。戦争の犬どもが血を求めて吠えていたが、あんたのおかげでスパルタも負けてない。随分と威勢がいいな。共に戦おう。連中の頭蓋骨を盾で割り、心臓を槍で貫いてやるんだ。やりましょう。共に戦えるのは光栄だ。戦おう。クエストか。あれ、夜になった。
タルタス、何をしてるんだ。考えた、祈ったりだ。話をしよう。スパルタはあっちだ。波頭を越えた先にある。私たちを呼ぶ歌が聞こえるようだ。俺たち、タレタス、仲間を捨てろ。一緒に来い。私と共にスパルタに栄光をもたらそう。そうできたらいいけど、それよりあんたが仲間になれ。俺は他人と並んで後悔したりはしない。知ってるだろ、本物の栄光と本物の自由を求めるならアドレスティア号に歓迎するぞ。私の愛はお前のものだが、忠誠はスパルタのものだ。だがいつか。ああ、いつか。部下の心へ戻らなくては。また祝宴で会おう。なんかこの寂しいショット、次はキーラか。素晴らしい戦いだったぞ。おかげでポダルケスが死んだ。みんなの恩人だ。ここだったか。すがすがしい顔をしてる。あなたのおかげで過去と決別できた。あとは運命に任せるわ。アレクシオス、浜辺で言ったことだから。ミラの前ではよし。頼むから忘れてくれ。タルタス、今はよした方がいい。落ち着いて、二人が楽しめてよかったわ。いろいろ教えてあげたのね。キーラと話して、私はここに残ることにした。反乱で失われたものを再建する。そうなのか？ええ、そうなの。そうか。二人が一緒でよかった。それに、幸せそうで。アルテミスとアポロンが統治を導いてくれますように。準備できたんだな。ポダルケスは死ぬ。タレタスとキーラは島を手に入れ、俺にはまだ敵がいる。お前は勝者だ。やれると信じてくれ。別れを言おう。式を挙げる演説でもしてこい。別れを言おう。よし、みんな注目だ。静かに聞いてくれ。アレクシオスから話があるぞ。ゼロス巡洋、今日からあんたたちは自由だ。祝おう。ディオニソスの酒を注ぎ、ムーサの歌声を堪能しよう。さあ、乾杯だ。アレクシオスに、そして勝利に。いい演説だ。でも反乱軍に自由なデロスが想像できるのか。うまくいったな。もちろんだ。当然だろう。仲間を集めてくる。船で合流しよう。ソクラテス、仲間になりに来たのか。見送りに来ただけだ。朝には私も商船で立つ。ポセイドンの加護があらんこと。バルナバス、アドレスティア号は出せるか。みんな上機嫌だ。少し二日酔いだが、船は出せるぞ。よし。唯一の心残りはキーラとタレタスを二人だけで置いていくことだ。友人や仲間がいるものは真の意味で孤独にはならないだろう。その通り。この砂浜を初めて踏んだ時、俺に何て言ったか覚えてるか。人々を助けに来たと。それが目的だった。そしてついにそれをやり遂げたんだ。さすが最強の傭兵と呼ばれるだけのことはある。誰がそんなことを。彼だ。さあ、みんなに指示を出す頃合いだ。次はどこへ行く。次は、ゆうこさんはその元冒険をし、
世界は俺たちのものだ。風は追い風だ。冒険をしに行こう、バルナバス。いつものように。しましょう。誰たちの方に来たらなぜかうまいこと話が進んだ。さて次どこ行こう。さもそうあったっしょ。ステロペス、ステロペス高そうね。なら、このままずーっと行って火を捨とうかな。ではでは、また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。